東条王は、くだらの第24代の王である。三国式によれば、意味を、無代、あるいはまみかとし、第22代の文州王の弟の恨子の子とする。名と警府については、以下の遺説がある。南西書では、無代とし、無との孫とする。両書では、無代とし、余計のこの無との子とする。また、無とを、無代の天下と見る説もある。ただし、 三国式くだら本に、登場王期末文では、古記に基づいて、武都という王はいないこと、無代は、外郎王の孫であり、外郎王、武都とは言わないことを挙げ、南西書の記述に対して、疑義を唱えている。日本書紀では、外郎王の弟で、日本に来ていた恨死の第二子の末だと,とする。三国維持王歴では、なお、無王または、マミカドとし、先代の三金王の同定とする。 ここに、うね王。三国式では三金王が479年11月に死去したので、王位についたとするだけであるが、日本初期、有楽天皇23年4月上では、くだら文金王が急死したため、当時人質として、日本に滞在していた今仕王の5人の子供の中で、第二子の末、他王が幼少ながら聡明だったので、天皇は、畜子の分子500人をつけて、 末、他王をくだらに帰国させ、大位につけて、登場を落とした。と記されている。大位につくと直ちに、文州王を暗殺させた、貝阿アダの反乱を収めたマロウを独立から兵官、左兵に昇進させ、内外の統帥権を委任した。また、首都有心の在地勢力であるツバメ氏、イサゴ氏を徴用して、既存の政治体制を改革しようとした。対外的には、 高栗の長城が北朝だけではなく南朝にも長考して釈号を得たことを聞き、九だらからも南朝政に長考して作法体制下に入ったが、高栗の得た釈号に対しては評価の低いものに止まった。白木との同盟を結ぶための死者の派遣も行っており、493年には通婚を要請して、白木からは遺産の娘が嫁いできた。 翌494年には高栗が白木を攻めたところに救援を送って高栗兵を退けさらに495年には高栗に侵入された際には白木から救援が来て高栗兵を退けているこのように白木との同盟で高栗に対抗する姿勢をとっていたが501年7月には白木に対しても警戒して済みに上策を築いた 498年8月には、丹羅が交付を治めなくなったので申請のために、武陣州に赴いた。これを聞いて丹羅は使者を送ってきて謝罪し、以後はクダラに服属したとみられる。和国との関係では、東上王の即位以前に起きた二度にわたるクダラと、高栗の戦いにおいて、古くからの同盟国であるにもかかわらず和国がクダラを支援しなかったことを背景に、 東上王は和国に対しては非友好的な態度を取っている。王権と国力の回復に努め、外政にも成果を上げた東上王であったが、在位の晩年には暗君と化した。499年に大干ばつが起こって国民が飢えたが、国層を開いて民に施そうとするのを許さず、寒山の民2千人が高栗漁に逃亡した。それにもかかわらず五百年には、 王宮の東に高さ5畳もの林流閣を築き、池を掘り珍しい鳥を飼うなどの贅沢にふけり、還元をする進化を遠ざけた。さらに同年にも干罰があったが、側近と共に林流閣で一晩中の宴会をするなどしていた。こうした状況の中で501年11月、A 氏、左兵の下の放った四角に刺され、12月に死去した。送りなされて、東場王という、 南西諸列現代39番、東南恵比寿原文、今も、大笠根祖父無とため、くだらを父と呼んでいるとも読める。無とイコール、三勤王あまり栄、あまり、あまり栄、無都、無大天使比喩街路三勤登場、三国式、くだら本義では、遺産とするが、白木本義では、威罰の娘としている。墨の否定地にはいくつかの説がある。全羅北道館集軍運襲面。 中西南道府与軍岩木面、中西南道金山軍陳山面、中西北道北仙軍軍北面、など、陳、枠桜冠、に、白。ありがとうございます。